どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。サムネイルを見てね、この動画クリックしていただいた方、すいません。今回ですね、JAL スマイルキャンペーンなんですけども、残念ながらね、中止ということで、発表されました。こちらですね、2023年の3月の9日から、この JAL スマイルキャンペーンっていうのが、国内線ね、非常にお得にね、利用することができるということで、かなり話題にね、なってて楽しみされた方ね、かなり多かったと思うんですけども、残念ながらですね、アクセスが集中してですね、昨日のもう始まる10分前ぐらいからもうアクセス集中して、結局ね、サーバーがダウンしてしまって、そのままですね、朝になっても購入することができないっていうね、まあ私個人的にはですね、まあしばらくね、すれば、繋がってね、購入できるみたいなね。まあ、こういった感じに、ね、なると思っていたわけなんですけども、残念ながらね、朝になっても繋がらず、結局ですね、午後2時ぐらいにですね、この JAL スマイルキャンペーンね、中止が発表されてしまいました。で、プレスリリースもですね、もう出ておりまして、こういった形になりまして、JAL ね、国内線航空券タイムセール販売中止についてということで、2023年3月9日0時より、当社ウェブサイトにて JAL スマイルキャンペーン国内線航空券タイムセール売り出しを開始しましたが、売り出し直後よりウェブサイトをほぼ接続できない状態になり、現在も継続しています。現在においても復旧の 見込みが立たず、タイムセール予約以外のお客様にも影響が出ていることを踏まえ、誠に申し訳ございませんが、国内線航空券タイムセールについては、本日売り出し開始した4月5月の搭乗分に加え、3月12日、発売予定の6月搭乗分についても販売を中止させていただきますということで、なお、今ね、今回、JAL スマイルキャンペーンっていうのは、国内線とね、先日出させていただきましたけれども、国際線のね、キャンペーンと、ダイナミックパッケージとかもね、やっているんですけれども、こちらに関しては、まあ、販売をね、継続いたしますということで、まあ、ご利用の皆様、ご関係者の皆様、ご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げますということで、まあ、こういったね、感じでプレスリリースも、まあ、出ているということで、まあ、今回ですね、非常にね、楽しみにされた方いらっしゃったと思いますし、睡眠時間を削ってね、参戦された方もね、多かったと思うんですけども、まあ、今回ね、中止になってしまったということで、まあ、非常に残念ですけどもね、まあね、文句をね、言いたい方もね、非常に多いと思うんですけども、まあ今回のキャンペーンね、事前予告も非常に早かったですし、またね、航空券のね、内容のその値段的にもですね、まあ ANA より下げてきたこともありましたんで、非常に安かったんですよね。ですんでね、まあこれもあったのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあね、今回中止になりましたということで、まあおそらくですね、今後ね、何かやってくれるんじゃないかな、なんていうふうにね、淡い期待を私は持っておりますので、まあそっちにね、期待していきたいかなっていうところですかね。で、今回のね、タイムセール、今日の多分午前中だったと思うんですけども、電話してね、取れた方って中にはいらっしゃったみたいなんですよね。ちょっとこれもね、詳細聞いてないので、まああんまり詳しくわかんないんですけども、こちらね、発券分に関しては有効みたいなので、まあもしね、電話で発券できましたっていう方はですね、そのままね、利用することができるっていうのは、Yahoo ニュースに載っておりましたんで、まあもしね、持っている方はそのままね、利用することができるって言った形になります。まあ今回ね、こんな感じで、中止になってしまって、まあ非常に残念ですけども、まあここはね、切り替えて次のキャンペーンね、楽しみにしておきたいなっていうふうに思います。まあできればね、フライオンポイント2倍キャンペーンね、ここはまた違うかな。はい。まあ何かね、キャンペーンやってくれると思いますんで、まあそちらをね、期待していきたいなと思います。ということで今回ですね、JAL のね、話で結構持ちきりだったんですけども、ANA がですね、こちら、プレスリリースをね、発表しておりまして、国際線シンブライトエアージャパンサービス発表へということで、こちらもね、ANA の、プレスリリースね、発表されておりまして、国際線新ブランドエアージャパンサービス発表ということで、2024年2月就航に向けて、シートとかね、制服などを、発表いたしました。で、今回ね、このエアージャパンっていうのがですね、発表されまして、座席はですね、全席エコノミークラス、324席っていう風になっておりまして、
機体はボーイング 787-8 型機のみでね、運航されるっていう風になっておりまして、エコノミークラスしかないんですよね。ですのでビジネスクラスはないっていう風になっておりまして、シートピッチは一般的なエコノミークラスを上回る32インチということで、結構広めの足元と、深めのリクライニングのね、設計で快適にね、過ごせるっていう触れ込みみたいですね。で、就航路線なんですけども、まあ、詳しい就航路線ね、どこっていうのはまだ発表されてないんですけども、アジア路線を中心に、まずは2024年2月にですね、東南アジアへの就航を目指しているっていった形になるんですよね。で、エアージャパンは ANA グループがね、蓄積してきたフルサービスキャリアと LCC のね、事業ノウハウを活用し、フライソートフルっていうブランドのコンセプトを、上質で快適な機内空間のお手頃な価格で提供してまいりますということで、一応 LCC なんですかね。ちょっとここはね、エコノミークラスしかないので、まあ一応 LCC に入ってくるんですかね。ちょっとここはね、わかんないんですけども、一応ね、こういった感じになるんですよね。で、座席なんですけども、もう写真がね、出ておりまして、こういった形になっておりまして、結構かっこいいですよね。黒い座席に縁がね、オレンジをなっている感じですかね。はい。こういった形になるんですよね。まあ、エコノミークラスね、324席で32インチということで、まあ、かなりね、ゆとりのある、座席設定みたいですね。で、またですね、全席に、スマホ、タブレット端末が利用できるように、USB Type A とまた Type C がですね、装備されているっていう風になりますんで、ここはね、本当にいいですよね。最近ね、Type C が増えてきてますんで、こちらいいですよね。で、制服はですね、こういった形になっておりまして、ソートフル、すべてを優しいにコンセプトになっているっていうみたいですね。で、機内食なんですけども、残念ながらですね、機内食の、ま、写真みたいなのは、今回ね、発表されてないみたいなんですよね。で、機内食は一応有料っていう風になっておりまして、有料で事前予約限定メニューとかね、そういったものもありますし、当日ね、購入できる食事とかスナック類もね、用意されているっていう風になりますんで、まあ、お好みでね、利用できるっていう感じですかね。まあ、夜遅い便とかでね、搭乗してもうすぐ寝るみたいなね、まあ、そういった感じもね、利用する方もいらっしゃると思いますんで、まあ、これ選べるっていうのはね、いいのかななんていう風に、思いますかね。で、今回ね、プレスリリースで ANA の方にね、こういった形に出ているわけなんですけども、もうね、この Air Japan 自体の公式サイトもですね、出来上がっておりまして、まあ、こういった感じでね、見ることができますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで今回ですね、JAL スマイルキャンペーンね、急遽販売中止と、またね、Air Japan がですね、発表がありましたんで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ、これは、あれなんですかね、やはり JAL のジップエアに合わせてきた、まあ、この Air Japan っていう感じなんですかね。大きく異なる点としては、まあ、ジップエアにはですね、ビジネスクラスがありますよね。で、今回ね、発表されたこの Air Japan にはビジネスクラスがありませんので、まあ、ここがね、大きく異なっている点ですかね。まあ、あとはね、実際にもうちょっとね、近づいたら詳細さらにね、発表になるかななんていうふうに思いますし、またね、一応シートピッチにこの、なんですか、モニターが入るような場所はね、あるんですけども、まあ、入るような場所にしてはですね、ちょっとちっちゃかったりもね、するかななんていうふうに思ったり、またね、モニターに関してはですね、一切言及、だから、なんていうんですか、モニターは何インチですみたいなね、まあそういった話もなかったと思いますし、またね、Wi-Fi についてもですね、特にね、言及がなかったので、まあここがね、どうなっていくかっていうのはですね、ちょっとね、気になるところですよね。またね、こちら、詳しい内容ね、わかりましたら、またね、動画の解説出したいななんていうふうに思いますので、ぜひね、チャンネル登録しといていただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。